田原、今回は5月31日に開催される子育て支援フェスティバル参加者募集のお知らせです。お話を伺うのは、子育て支援フェスティバル実行委員会の野津実行委員長です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この子育て支援フェスティバル、もうおなじみになってきているかと思うんですが、はい、改めてどんなイベントなのか教えてください。はい、私が担当するようになってから、もう10年ぐらい経つんですけども、10年間の中でいろいろ変わったことはあるんですけども、まあ、大きく分けて2つぐらいありまして、まあ、1つは子どもと、あと保護者が様が楽しく遊べるイベントになってるかなと思いますね。でもう一つは子育て情報がもうそれぞれのブースで団体たくさん集まってますので、子育て支援に関する団体がたくさん集まってますので、そこでそれぞれのブースでいろんな情報を得られるので、もうぜひ来ていただけると、特にお子様いらっしゃる家庭は来ていただけると、そこにいるだけでいろんな情報を得られると思いますので、はい、ぜひ。はい、さて、昨年のフェスティバル、はい、どんな様子でしたか？ありがたいことに本当に盛況で、私実際数えてないんですけども、5000人ぐらい来てるようで、出展した団体はまあ48かな。で、協賛団体もたくさんあって、その中でまあ予算もギリギリながらもなんとかやれてる状態で、でもとても賑やかに活気あるフェスティバルになってるなって毎年思っています。はい、具体的にはどんな出展、どのようなイベントが行われるんですか？はい、先ほどもちょっと言ったんですけども、子どもが楽しめるようなステージ発表だとか、あとブースではいろんな遊びを提供したりだとか、何かを作ったりだとか、そんなものもありますし、あとは皆さんの胃袋を満たすような食べ物のコーナーもたくさんありますし、あとはステージ発表かな、そんなものもあったりして、言ったかな、その辺もあったりしてとても楽しいですよ。はい、このフェスティバル、はい、実行委員会で企画運営をされているんですよね。はい、実行委員会の様子はどのような感じですか？はい、実行委員会も私の経験上とてもすごい真面目にやるというか、真面目でもおかしいですけど、その、もう11月ぐらいから、スタートを切っていて、月に1回は確実に集まって、そこでいろんな意見交換しながらしているというところですね。で、割とその楽しいフェスティバルなので、楽しい雰囲気でやってるんですけども、やってることは結構固いことが多くて、3年前ぐらいから、安心安全みたいなのをテーマにして、委員会として取り組んで、います。で、それもずっと取り組んでいるんですけども、具体的に言うと、そのパトロールをもう委員会の中で、委員の中で絶え間なくして、子どもの安全とか保護者の安全、あとはその今だとその火を使うところとかが、そういったところも厳しくチェックさせていただいて、せっかく楽しい場ですので、そういった事故がないようにっていうのも委員会主体で動いているところですね。で、今年からちょっともう一つテーマを増やそうと思っていて、環境を考えるみたいな、まあ、簡単に言うとエコみたいなところなんですけども、自分たちのできるところからやれるような感じで、行きたいなと思ってて、まだこれは会議で始めたばっかなので、まだまだ煮詰まっている段階なんですけども、まあ、とりあえずそれぞれのブースで何かできることを一つやってもらおうかなというところと、我々も委員会としてどういうことができるかなというのを今模索しているような状態ですね。はい、では今年の新しい企画としては、そのエコに注目をしていくということになるんでしょうか？はいはい、そうですね、ちょっとお願いすることも多くなってくるかもしれないんですけども、はい、働き方改革も含めてね、いろんなものも、人材のこう、なんだろう、パワーバランスみたいなものも、しっかりとコントロールした上で、それぞれがより、のびのびと有意義にできるようなフェスティバル、準備していきたいなとは思っています。はい、今年の開催日時を教えてください。はい、2020年の5月31日の、日曜日の予定ではいます。はい、毎年その辺が、フェスティバルの日なので、目安にしてほしいなと。5月の末になりますね。はい、このフェスティバルに参加をしたいという方はどうしたらいいですか？はい、ぜひ参加団体も募集はしていて、はい、またホームページとかで確認していただければと思うんですけども、随時募集はしていきますので、ちょっと今年は環境を考えるという面では少しお願いすることもあるかもしれませんけども、それを賛同いただければ、ぜひ一緒に盛り上げていっていただけたらなと思います。はい、仲間がたくさん増えるととても頼もしいので、はい、
では問い合わせ先を教えてください、はい、事務局がもう小田原市役所の子育て政策課、すべてになっていただいてますので、何かあればそちらまでお問い合わせいただければ、何なりと対応していきますのでよろしくお願いいたします。では最後に一言お願いいたします。一言で悪くわかんないですけども、私なりにこう毎年課題を持って、一つずつできることからというところで、院長として何をすべきかというところで、やはりそのテーマ設定というところはこだわったところはあります。特にここ5年ぐらいはさっき言った安心安全のところはすごくこだわって、でまた今年からは違うものにこだわっていこうと、まあ、安心安全ももちろん持続していきながら、それが一つ形になったなって今年思いましたので、また来年度はもう一つ違う柱を立ててと、でそれがまた2年後3年後、エコにこだわり続けるのか、それはまた会議、僕が決めることではないので、会議の場で、委員会の場でしっかりと議論を重ねながら、本当に民主的に、本当に皆さんの意見が反映できるような実行委員会を目指してますので、その中で長としてできることをずっと模索できたらいいなとは思っています。はい、ありがとうございます。はい、広報小田原、今回は子育て支援フェスティバルについてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。広報小田原、この時間は公立保育園臨時保育士募集のお知らせをお送りします。お話をお伺いするのは桜井保育園の杉田さんと武井さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今日はですね、小田原市立桜井保育園、小田原市そびにある保育園に来ています。お二人は、まあ、この公立の保育園で保育士さんとして勤務をされているということなんですよね。はい、こちらのお二人が勤務されている桜井保育園、ここはどんな雰囲気の園なんでしょうか。桜井保育園は子どもたちの笑顔と元気な声があふれる職場となっております。はい、また職員みんなで子どもたちの育ちを喜び合う職場になっています。チームワークもとてもいいです。はい、小田原市内にも保育園たくさんあります。園によって雰囲気ですとか立地条件なども変わってくるかと思うんですけれども、この保育園を見学するということはできるんでしょうか。はい、もちろん大丈夫です。事前に見学したい園に電話を入れていただきます。その時に日時をお約束させていただきます。はい、またその際に質問があれば伺っていただいて聞くことができます。はい、続いて勤務体系について教えてください。保育園は7時半から19時まで開いています。その中で7時間45分を基本にシフト勤務をします。はい、勤務時間については勤務先の園で相談して決めていただきます。はい、今回まあ臨時保育士さんを募集されているということなんですけれども、勤務内容を教えてください。はい、勤務内容は私たちと一緒に子どもたちと一緒に遊んでもらって保育をしてもらいます。子どもたちと遊んだり食事の介助をしたり制作をしたりします。また乳児クラスはその日の様子を連絡帳に書いたりしています。はい、常勤保育士の方はクラス担任にも入っていただいています。子どもの成長の記録を書く仕事もあります。加えて運動会などの行事の時は園の職員全員で力を合わせて取り組んでいます。行事が終わると子どもと一緒にやったという達成感がとてもあります。本当に保育士さんのお仕事、朝から晩まで多岐にわたりますし、間違いなく大変かと思うんですけれども、それだけやりがいも大きいということでしょうか。そうですね、とても子どもたちの笑顔から元気をもらったり、その笑顔で自分たちのこうやる気につながったりしています。やはり子どもたちと毎日一緒にいるということで、子どもの成長、日々の成長をすぐ近くで感じることができる、とてもやりがいのある仕事となっています。はい、続いてですね、賃金について教えてください。はい、クラス担任に入ってもらう常勤保育士の方は時給1160円です。はい、それ以外の非常勤職員の方は1030円です。また長い時間の勤務は難しくても、朝や夕方ならできるという方は早番遅番対応の保育士も募集しています。こちらは時給は1030円です。ぜひご検討ください。はい、それでは改めましてお茶の間の皆様にメッセージをお願いします。はい、保育園は可愛い子どもたちの笑顔にあふれた素敵な職場になっています。ぜひ私たちと一緒に保育の仕事を始めてみませんか。男性保育士も大歓迎です。せーの、お待ちしています。
この公立保育園の臨時保育士募集のお問い合わせは小田原市役所の保育課までお願いします。なお小田原市では育児休業代替職員として任期付きの保育士も募集しているということです。こちらは小田原市役所と職員課へお問い合わせください。広報小田原、この時間は公立保育園の臨時保育士募集のお知らせをお送りしました。杉田さん、武井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はじめは手拍子と掛け声です。元気よく前に進みます。後ろに左回りです。次は腕の曲げ伸ばしと背伸びです。左足、右足です。大きく上に伸び上がりましょう。右足、左足、肩と背中ほぐしです。肩を引き上げて下ろします。両手を合わせて背中をゆっくりと動かしましょう。もう一度繰り返します。側頭とツイストです。左に両足を揃えてツイストです。次は右に移動しましょう。ツイストです。体側とバランスです。左脇腹を伸ばします。右脇腹、左足を上げてバランスを取ります。右足、右脇腹を伸ばします。左、右足を引き上げます。捻転と体の回旋です。左にひねります。右に、左に大きく体を回しましょう。次は右にひねります。左、前曲げと後ろ反らしです。体の力を抜いて前にゆっくりと起き上がります。左手を上に、背中を伸ばします。もう一度繰り返しましょう。次は右手が上です。重心移動と足踏みです。左手、左足、前、後ろ、左からナンバーステップを踏みます。次は右手、右足、右にナンバーステップです。手伸びと深呼吸です。手を横に、息を吐きます。大きく上に伸びましょう。手を横から下ろします。繰り返しましょう。